河合の US6XSV が入りました。実はですね、私の大好きな機種なんですよね。6X っていう型番から、それまで US50、US55 とか、人気の機種が続いたんですけど、この 6X になってから急にね、河合の音色が変わったんですね。さらに私の大好きな、こうまろやかな霧に包み込まれたような、こういう響きがする。さらにこの 6X は今回入ってから気づいたんです。 SV、 私が河合の社員であった時代に、確か全国限定100台か200台かの限定品ですね、特注品でスペシャルバージョンで出されたものです。これが中古で入ったのはちょっと初めてかもしれませんね。台数が少ないものですから、結構ね、いいんですよね。で、譜面台はあのグランド型、上にね、グランドピアノのように、こういう、ね、上に置けるタイプになっています。鍵盤はちょっとね、色が真っ白じゃないんですけど、人工造形ですね。ファインアイボリーと言いますね。こういう形ですね。はい。蓋はグランドピアノと同じように垂直、譜面台が上についたタイプ、ヤマハにもあるんですけど、ここは垂直になってないですね。スライド式です、ヤマハの場合。これ河合の多分特許だと思うんですけど、グランドピアノと全く同じです。もう形というね、だからこれ、本当にグランドピアノの前半分をもうスポッと切り取ったような形、これが河合のグランド型アップライトの特徴なんですね。はい。音もですね、きっとね、実物聞かれたら気に入られると思いますけど、ちょっと聞いていただきたいと思いますね。いやー、よくなびますね。このピアノはやっぱりいいですね。大好きです。グランド型譜面台のピアノは他にもあるんですけどね、ここに、US50、 これはこれでね、いいんですよ、結構ね。ちょっと鳴り方が違いますでしょ、音の鳴り方がね。たくさんピアノありますけども、まーちゃんが大好きな6XSV ね、ぜひ京都まで見に来てくださいね。スペシャルバージョンです。